奇跡の水ね。仕方ないわ。こんなところで何してるんですか？もうやめましょう。おい、今の話聞いたぞ。あまり見ない顔だね。見ての通り、ここには何もないよ。
地震が発生した直後からずっと燃えてたからね。この数時間前にようやく鎮火して入れるようになったばかり。全部燃えちゃったよ。これはひどい。わかっただろう。こんなところにいても何もないんだよ。よそに行った方がいいよ。いえ、私は中に入らせてもらおうと思っています。なぜなら、私にも皆さんのためにできることがあるはずだから。そうかい。それならお前さんの気が済むようにやりなさい。